子供の頃に見た心霊番組で、一個だけすごい怖かったのがあって何かっていうと、ある写真あると。で、心霊写真ですよ、ね。それをお祓いの人のところに持ち込んだと。そしたらこれは何とかの例です。これ何とかの例です、ね。何々映ってますっていうふうに言うんですけども、一個だけですね、チラッと見た瞬間にパッと伏せてしまったのが。それを慌てて髪か布忘れたんですけど包んで、 えー、ここは私が見てはいけないものが映ってますと。まあ、私だけではなくて、誰が見てもいけないものが映ってますとで。近くの神社に奉納して、あの、なんかしてもらってくださいと。とにかく二度と見てはいけませんっていうふうに言うんですね。で、見てもいけないものって何ですかっていうふうに聞かれて、その霊能力者がすごい言いにくそうに、あの、神様ですっていうふうに言うんですよね。で、これが僕なんか割とすごい好きな話とか怖い話で、 あの、神道の神様と西洋の神様との差なんですよ。西洋の神様っていうのはもし見ることがあったら、それを見るものは預言者と言われて奇跡だし、見えないものなんだけど、もし見えたらそれは福音であるっていう考え方なんですね。ところが、そうじゃなくて、その神道とか日本の神道という形に固まる前の神様像というのは、本来見えてはいけないものだし、見えてしまったらそれは、 何かその祀らなければいけない。立たるから祀るかもいけない。これが日本の神様のちょっと面白いところなんですけども。で、あの、田舎行ったらですね、まあ、これリアルの普通の話ですよ。あの、おじいちゃんおばあちゃんいるじゃないですか。で、昔から子供の頃から山歩きしていたおじいちゃんおばあちゃんとかが絶対に立ち入らない場所っていうのがあるんですね。絶対立ち入らない場所っていうのがあて、それはあそこに行くとなんかゾッとするからって言って立ち入らない。 それは普通の里山と言われる、まあ、雑木林の、いわゆる人間が住んでるところからわかりやすい、あ、自然はいいよなっていうの自然のところから、もうちょっと奥に入ったところのですね、鎮守の森とかそういうふうなところ、原生林ですね、もっと、あの、 人間があまり快適でないような自然のところにある。そういうふうなところの中でもですね、なんかそこに行くとゾッとする居心地が悪い場所があると。で、みんながなんとなく気持ちが悪いから行かない。だから山道もないんですよ。で、えー、パワースポットに行くとスッとするとかって言うじゃないですか。あんなもん嘘で、パワーもらえるなんて嘘なんですよ。本当にパワーがあるところっていうのは、本物のパワーがあるところっていうのは、現地の人すら決して行かないんですよね。 で、立ち入らないから道もないし、神社もなければ遺跡もないんですよ。そこにいるだけで嫌な予感がして、足がすくむような場所っていうのが山の奥には必ずあって、そういうところは、あの、そこら辺に住んでる人で、子供の頃から山歩きする人は知ってるから近寄らないと。で、そういう場所を昔から日本人はですね、山の聖域っていうふうな言い方で呼んだりしたんですね。 岡田斗司夫の youtube を見てくれてありがとうございます、えー、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく